サイコパスが普通の人より優れている5つの理由。サイコパスはモテる。サイコパスは外見的に恵まれている場合が多いという説があります。彼らの体内にはテストステロンという物質が通常の人よりも多く流れており、この物質は人の顔を左右対称にすることに一役買っています。そして我々は左右非対称の顔よりも均性の取れた顔を好む傾向が強いので、サイコパスは周りから魅力的な人だと見られる可能性が高いのです。さらにサイコパスはファッションのセンスがいいという研究結果もあります。大抵の人は服を選ぶときに自分の好みに合うかどうか、機能性が高いかなどを重視するのに対し、サイコパスは周りにどういう印象を与えるかという点を優先します。その理由は他人を自分の意思に従わせる上で、その人に与える印象が特に重要だからと見られています。つまりサイコパスは見た目が良くて服もおしゃれというモテる要素が満載の人ということになるのです。サイコパスは会話がうまい。普通の人は慣れない場所であまり面識のない人たちの会話にいきなり入っていくことには抵抗を感じるものです。空気を読めていない変なやつと思われないかなどと多少は心配するものでしょう。しかしサイコパスは他人が自分に対して抱くネガティブな感情は気にしないので、初対面の相手でも積極的に話しかけます。しかも的確に言葉を選ぶ能力が高く、喋りながら途中で言い淀むことがほとんどありません。その結果、周りに対して会話が面白い人だという印象を与えやすいのです。サイコパスは有能な社員。人間は困難な状況に置かれると体内でコルチコトロピン、副腎皮質刺激ホルモン、放出ホルモンが分泌され、これがストレスを感じる原因になります。処理しきれないほどの仕事を抱えていると、ストレスは増加の一途をたどり、ある日突然倒れたりすることも。ただし、これは普通の人間の場合、サイコパスは違います。彼らの体内ではストレスの要因になるホルモンが正常に分泌されません。これにより普通ならば耐えられないほどの過酷な状況になっても、それに打ち勝つことができるのです。彼らは極めて難しい仕事に当たる時でも、それを先送りにしようとせず、途中で最悪の事態が生じてもそれをプラスに捉え、より良い決断を下す傾向が強いのです。またサイコパスは同じことを単純に繰り返すのが苦手という特徴を持っています。彼らは同じ作業を同じ手順でやることにすぐに飽きてしまい、より創造性に富んだ方法で仕事をこなそうとするのです。その結果、サイコパスの特徴を持つ社員は他の人に比べて早く昇進しやすい面があります。統計的に見て、我々の約 1% はサイコパスの傾向が強いとされていますが、営業部長などの役職に限定すればこれが 3% に上がり、さらに最高経営責任者になると 4% になるのです。サイコパスは名医になりうる。無慈悲な殺人者のイメージがあるサイコパスは、人命を救うプロフェッショナルとしての適性も備えています。ある調査によると、サイコパスはその職業として外科医を選ぶ傾向が強いのだそうです。そして他人の気持ちに共感することがないというサイコパスの特徴は、外科手術にとって大きなメリットとなります。患者の家族の切実な思いに同情し、その期待に応えようとすればするほど、執刀の際に余計な緊張を生みかねません。一方、そういった感情の影響を受けないサイコパスは、どんな難しい手術であろうと常に冷静に精密機械のように目的を遂行するのです。サイコパスとヒーローは紙一重。道を歩いているとすぐそばの家で突然火災が発生し、
燃え盛る炎の中で2階の窓から助けを求める子供の姿が。こんな時、身を挺して子供を助けるかどうか迷った挙句、結局スマホで消防車を呼ぶのが普通の人。逆に危険を顧みずに迷わず家に突入し子供を助け出そうとするのがサイコパスです。彼らは既成概念にとらわれず、人命を救うという目的のためなら衝動的に行動を起こすというヒーロー的な面を持っています。映画やドラマの影響でサイコパス、危険人物というイメージができてしまいましたが、その実態はかなり異なるのです。サイコパスの特徴を備えている人の中で猟奇的な犯罪に走るのはごく一部で、大半は社会に溶け込んで普通の人と区別がつきません。ある意味サイコパスは危険な要素と正常な要素の両方を併せ持っており、人によってどちらの要素が強いのかが異なる存在だと言えます。1970年、シアトルのグリーンレイクで3歳の子供が一緒に来ていた親とはぐれてさまよっていたところ、湖に落ちて溺れかけました。この時たまたまその場に居合わせた一人の男性が湖に飛び込み、子供の命を救ったのです。ちなみにこの男性、自殺防止のホットラインで仕事をしていました。溺れそうになった子を助け出し、電話相談で自殺志願者に生きる希望を与えていたのがこの人。1974年から1978年の間に若い女性ばかり30人以上を殺害し、後に死刑判決を食らった連続殺人犯テッド・バンディ、別名レディ・キラーです。